の叫びだ。やったぞー。チョリンス、あなたの中間ラッシーです。というわけで今日もね、恐竜世界でサバイバルやっていきたいと思います。こちらがですね、前回死ぬ気でテイムしたレックスくんでございます。いやー、あれは本当に奇跡でしたね。スーパー奇跡、超奇跡、マジ奇跡。そんなに奇跡じゃなくない？ラッシーさんの腕前でしょう。いやー、それはない。全否定きたー。ありがとうございます。まあ、それはいいとしてね、奇跡のテイムがね、あ、そうそう、自分で認めちゃったよ。あの、それはいいんだけど、おー、ちょっと待って、あ、ちょっとレックスいる、レックスいる。うおー、プテラノドをかけてる、怖いね。ああいう感じなので、まずはね、この子を拠点の方へね、連れて行かないといけませんね。というわけで、早速拠点へ帰りましょう。さあ、行くよ。帰ろう、帰ろう。ちょっと、顔が邪魔、顔邪魔。レックスが、顔邪魔だよ。行かせねーよ。行かせねえよってなんで、おい挟まってる。ちょっと助けて、助けて。ちょっと動けないんだけど、マジでマジで動けないんだけど。行かせねえって言ってんだろう。行かせねえじゃねえよ、おい。話せ話せ。やだ、大好きなんだ。いや、大好きじゃねえよ、おい。ちょっとどうすんの、本当に動けないんだけど。もう話さない。話さないじゃねえよ。ちょっと好きなのは嬉しいけどさ、ちょちょ、どうしたらいいのこれ。本当に分かった分かった。こいつをちょっとついてこいモードにして、一旦降りましょう。ここから降りたらダメージを食らうので、あそこ、あ、いいところがあるじゃないですかお邪魔しますお邪魔します。ちょっと、ね、背中を借りて、ハウルをちょっと前に出せばこれで動けるでしょ。オーケーオーケー。さあ行こう。よっしゃ、帰るでー。待って待って、大好き。おい、大好きじゃねえ。ちょ、挟まんなっつってんだろ。そこに顔が挟まると動けなくなるんだよ。やめてやめて。離さない。待って、大好き。どんだけラッシーさんのこと好きなんだよ。お前、好きなのは嬉しいけどさ、ちょやめてやめてやめてってば。もうこれどうしよう、本当に。ハウル、大好きだ。え、ラッシーさんのことじゃないの？え、どういうことどういうことね、ラッシーさんじゃないの？違うね。なんだってちょっとふざけんなよ。恥ずかしいじゃねえかよ、ラッシーさん。ちょっと、もうこれいいよ、もういいよ。じゃあもうお前ら二人で来ればいいよね。うん、もうラッシーさんいいわ。もう一人で帰るわ。もう悲しくなっちゃったもん、ほらね。あるー、もういい、もういい、もういいわ。いえー、お母ちゃん。じゃあ、というわけでね、涙も枯れ果てましたので、あ、違うなんとかね、無事に拠点にたどり着くことができましたので、ほら見て、改めてレックス君を見てみましょう。うーわ、超かっけー。やっぱかっこいいよね、Tレックス。すげえなー。うん、これぜひ乗りたくない？乗りたいよねー。というわけでね、今度はですね、このレックスに乗るために、そしてね、アルゲンちゃんとサーベルタイガーもテイムしましたかね。それらにのね、乗るためにもですね、一旦向こうの拠点に戻って、サドルをね、作って持って帰ってこなきゃいけないんですよ。というわけで、ね、早速は向こうの拠点に向かおうぜ。おっしゃ。というわけでね、はるばる戻ってまいりました。やっぱ陸路でのね、拠点移動は本当に命がけ、本当に危ない。もう何回も死にそうになったわ、本当に。よっしゃよっしゃ。でもね、ほら、やっとね、拠点近くまで戻ってきたぜ。ほら、あそこに生けすが見えるだろうね。よしよし、じゃあ早速拠点の中に戻っ、ちょっとトリケラさん、トリケラさん、邪魔なんです、邪魔なんです。なんでここの恐竜は、本当に前には前に入ってこようとするかな、ここ。本当にみんな邪魔してくんだよね、本当に。やめてよね。え、さっきのレックスもそうだったけどさ、ちょっと、おい、動けねえじゃねえか、動けねえじゃねえ。おい、また来た、新しいのも来たよ、ほんと。なんなんだよ。よいしょい、準備 OK だぜー。すげえよ、すげえよ、これ見てくれ。あ、そうだ、ここね、ちゃんと登れるようになってるから、ほらね、いい感じでしょ、これね。よしよし、さあ、これをね、見てくれ。ちゃんとね、準備ができたんで、これすごいぞ、ほんとに。あそこにね、生息、ほら、生息しているであろう、恐竜のね、サドル、ほぼほぼ使ってきました。ほら、 T-REX のサドルもありますよ。 T-REX のサドルもある。 OKOK、 これを持ってね、早速、拠点に帰りましょう。よっしゃ、そんじゃ行くぜー。ここ落ちないでよ、アイル君。よしよしよし、さあ行こうぜ、アイル君。いいね、やっぱこの景色何回見てもいいね、この感じ。最高最高、超ロマン。よっしゃ、帰ってきたぜー。いやー、やっぱこれジブリに出てきてもおかしくないだろう、この感じね。すごい、やっぱこれかっけー、ほんとかっけーねー、この感じ。ほら、どうどう、これいい
よね。何回見てもいいよ本当に。さあ着いたぜ、よっしゃ。あ、ちょっと眩しい眩しい。早速ね、お待ちかね、やっていきたいと思います。眩しいなこれ、日の光が。よしよしよし、じゃ早速レックスのサドルつけていきましょうよ。お待たせ。うごい。よし、そんでサドルをセットして、オッケー、これでできたんじゃない。おえー、来たー。いいねレックスくん、似合う似合う、いい感じいい感じ。おお、こういう感じになるのね。こういう感じに、なるほどなるほど。早速乗ってみましょう。さあ、あれ、ちょっと待って、乗れない。乗った、乗った、来た来た、これ、来た、やった。おお、乗ったで、ついに、やった、ついに。ロマンのね、最高のやつですよこれね。やったぜ、やったやった。そうだそうだ、レックス君にはね、特殊能力、レックスだけの能力があるんですね。それをやってみましょう。さあ行くよ、こちらです、行くよ、せーの。おー、かっけー。そう、吠えることがねできるんですよレックス君。ほら、うおー、すげー、超かっけくねこれ、超かっけくねこれ、半端ねえ、やばい、興奮、いや汗かいてきた汗かいてきた、かっちょいい、いくぞもう一回。おー、かっけー。よーし、せっかくだからバトル行くか、バトル。よしよし、そんじゃね、早速バトル行ってみましょう。歩くとね、これぐらいの感じですね。ちなみに走るとどうなるかというと、こんな感じ。おらー、いいじゃんいいじゃん、早い早い、レックス早いな、やっぱり。よし、いいぞいいぞこれで。さあ獲物を探そう、獲物を。どっかに獲物いねえから。あ、結構スタミナ切れるのは早いなよし、さあ、あ、いた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 、カルノくんがいるじゃない。カルノくんが豆粒みたいに見えるね、レックスに乗ってると。すげえ。よし行くぞカルノ、おい、こっち来い、こっち来い。おい、どこ行くんだお前、こっちだこっち。おらおらカルノ、おら、おっしゃ。さあ肉食恐竜バトルのスタートだ。さあ行け行け。お、もう倒した、もう倒した、早い早い、超強くない、超強いぞレックス、なんだこの強さ、半端ない。ちょっと今画面をこう視点変えようと思ったらもう倒してた、なんだこの強さ。おっと、あそこにいい獲物がいました。体力自慢の恐竜はね、どうでしょうかね、体力自慢の恐竜もあっさり倒せるんでしょうか。さあやっていきましょう。ほら、くらえ、おっしゃ、いけいけ、ほら、ディプロドックスだねこれ。ほら、すごい、これがまさに恐竜バトル、これだよこれ、ラッシーさんが求めてたやつ。おっしゃ、いけいけいけレックス、ほらほら、あ、やっぱり結構強いですね、体力自慢はさすがに。なかなか瞬殺とまではいかないけれども、ほら、どうだ、ほら、おっしゃー、倒した、吹っ飛んだ、吹っ飛んだ、強い。あー、いた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 、しかも白か。よし、これだよ、これがやりたかったんだよ、レックス対レックス。うわ、興奮する、いくぞ、ほらー、死ねやー、ほらー、ほらー、よし、いけ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 、インドミラス、ほら、インドミラス、いけ、インドミラスを倒すんだ、どういうことだ。よし、やれ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 、おしよし、いけるぞいけるぞいけるぞ、あー、つまみろ、おしゃー、すごいすごい、おっしゃ、やったな、インドミラス勝利の叫びだ、勝ったぞー。よいしょ、レックスはね最高なんだけどね、この子たちも忘れちゃいけません。サーベルタイガーくんですね、今後ねラッシュさんの騎乗用になる予定ですからね。あー、よしよし、さあサドルをねつけてあげましょう。どうでしょうか、この子はつけると、おお、かっこいい、あー、かっけえな、やっぱりフォルムがかっこいいよね、やっぱりサーベルタイガーはね。よし、じゃあ乗ってみよう、行くぞ。お、ちょっとさっきから見たら可愛いけど、あ、でもいいかも。よしよし、ちょっとね走ってみましょうか。彼の売りはねやっぱ機動力なんでね。よし、行くぞ、早速ダッシュしていきたいと思います。行きます、3、2、1、いけ。さあ行け、おら、おお、早い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 、いいねいいねいいね、おいおい、いいじゃん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 、ラプトルなんか目じゃねえぞこれ。おお、いいぞいいぞ、おお、いいねいいね、軽い軽い、いいですねこれ、ぴょん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 跳ねて、おーしよしよしよし、おー、いいねこれ、いい感じいい感じ、これもいいな。さあラストはね、お待ちかね、アルゲンちゃんでございます。おお、いいじゃん、きたー、飛べる飛べる、いいね、やっぱプテラノドンよりはちょっと遅いけれども、あー、でかい、
でかい、かっちぇな、やっぱり猛禽類はやっぱかっこいいですよね。いやー、こんな感じだね。でかいな、アルゲンタミス。うーわ、こんな鳥いたらめっちゃ怖いね、これ。本当に神話に出てくるやつ的な感じだよね。おーし、よし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 、はい。まあ、でもダッシュしたら結構早いじゃん。はい、というわけでね、うん、やったやった、今回は大収穫でございますね。というわけで今日はこの辺にしましょうかね。最後まで見てくれてありがとう。よっしゃ、それじゃあね、今日はこの辺で、また見てね、バイバーイ。